今日も記者会見よろしくお願いいたします。それではまずはじめに、えっ、ー、と今日のこちらから説明をさせていただく項目三項目となります、えー、順次説明をさせていただきます。まず一つ目が松江市 SDD ズシンポジウムの開催のご案内です。松江市は去年 SDGs 未来都市の選定を内閣府から受けまして SDGs の達成に向けた取り組みを進めていますアンケートを去年の6月に実施しておりましてその中で SDGs 持続可能な開発目標についてどの程度知っているかというアンケートを取っておりますそうしましたら87.5%の方は何,ら何かしら知っていると。 えいうふうなお答えをいただきました。まあ9割弱の方が SDGs ということについて、えー、まあ知っているという回答をいただいてます。一方で SDGs を意識して活動に取り組んでいるかという問いに対しては個人として取り組んでいる企業団体学校等で取り組んでいるという方がまあそれぞれ20%ほど。 えその他にえ取り組みたいと思っている方が36%取り組むつもりはないというふうに考えている方が24.6%というふうになっております要はまあこれ合わせました6割ぐらいの方はですねまあ、まだ取り組んでいないと いうふうに回答をいただいたということです。あの、えー、松江市が行政として取り組みを進めることはもちろんなんですが、市民の皆さんと一緒になってですね、えー、歩みを進めていきたいというふうな思いで今回シンポジウムを開催することとしております。今度3月の20日ですんでさ、来週になりますね。えっ、ー、と水曜日祝日ですが、この日に松江テルサにおいて午前中。 松江テルサにおいてですすねシンポジウムを開催します展示、ワークショップも実施しておりまして、これは3時までの予定、ただし、ワークショップの材料がなくなった場合などは、早くちょっと店じまいをすることがありますので、ご留意をください。事前の申し込みは不要でして、入場料も無料となっております。 シンポジウムの中身です。一部と二部と分かれておりますが一部まずは私の方から挨拶させていただいて SDGs の松江市の取り組みの概要をご説明しますその上でこれまで募集をしておりました松江市のオリジナル SDGs ロゴマークを決定して応募していただいた方に表彰状を送るという表彰式を行います。その後、基調講演として 日本総研でですね SDGs あるいはこのサステナブルブルーエコノミーについての取り組みを担当していらっしゃる村上恵さんという方にご講演をいただくことになっています。 村上さんは、ちなみにこちらですね、村上恵さん、日本総研のエクスパートでいらっしゃいまして、専門分野は ES G、ESG、SDGs、サステナビリティ人材育成等々でございます。内閣府、金融庁、各自治体で有識者のメンバー、会議メンバーとしてご活躍されている方です。この方をを迎えしししてて講演をいいいたただくととう予定です第2部といたしまして 松江市内にですねあのユネスコから認定を受けて SDGs に対する取り組みを進めている聖徳学院中学校高等学校と松江市立南丘女子高等学校の生徒さんに来ていただいてそれぞれぞの取り組みについいてての発表をしていただきますでその後パネルディスカッションでは「水の都と SDGs」というテーマで。 島根大学のですね教授で終わりになられまして松江市の SDGs アドバイザーに就任いただいております松本一郎先生を司会進行役として基調講演をいただきました村上恵さんそしてまた松江市の SDGs アドバイザーで終わりになります法政大学の川久保春先生地元の高校生とですね私とでパネルディスカッションをさせていただくというふうな予定になっております。 展示ワークショップの概要でございます松江市の SDGs に関する展示のほか先ほどのロゴマークのですね受賞作品の紹介ユネスコスクールとしての先ほどの聖徳学院と南川丘女子高校の取り組み地元の小中学校においての SDGs 学習成果について 展示をしております。また、小中学生が私の SDGs チャレンジというカードを記入してくれてますので、そういった展示もございます。そして地元のテレビ局のですね SDGs 情報コーナーというのを設けておりましたり、SDGs の啓発動画をですね上映をさせていただくといったことを予定しております。また 特に子どもたちに参加していただけるワークショップをですね開催する予定でして宍道湖に生えておりますヨシ、まあ、アシという言い方もしますけどもあのこれを利用してストローを作ったりですねシジミを利用してこれがすみません、これですねヨシですねシジミを利用してストラップ携帯等につけるストラップですねを作るというふうなワークショップのコーナーも設けています、えー、皆さんのご来場をお待ちしています。 あの記者の皆さんにはですねこの SDGs シンポジウムというチラシを配らせていただいておりますが同じものがこちら松江市のホームページのですねこの QR コードからえこれにえこれがありますのですみませんこちらもご確認をいただければと思います。皆様のご来場をお待ちしててります続いて2つ目 松江レディースハーフマラソンを今年も開催いたしますこれは昨年の模様です今回第45回となりまして前回までもそうですが日本学生女子ハーフマラソン選手権大会と閉催という形になります開催日時が次の次の日曜日3月の17日日曜日で10時2分松江城大手前をスタートするという予定です 4部に分かれておりましてもうすでにエントリーは締め切っておりますハーフマラソンに155人そのほか10キロジョギング2.6キロちびっこマラソン1キロ合わせて1662人の方に参加いただくこととなっておりますちなみにあの去年がですね1375人でしたので300人弱今回は参加者が増えたという形になっております参加選手の中で えー、ハーフタイムのですね、えーえーまあ、一番タイムが早い方というのがこの、えー、立坂志穂さんとなりますあの天満屋競合の天満屋陸上部に所属されている方で、えー、かつてですね、えー、世界陸上の女子マラソンに日本代表で松江市出身の小松ゆかりさんという方が出場されておりますがこの方も天満屋に所属されておりました、えー、名門のチームから、えー、立坂志保さんに来ていただくという予定でございます。 えー、そしてまた、ですね、えー、とこの加藤選手、お二人は実は双子の姉妹でいらっしゃいまして、もともと島根県の二田中学校のご出身で、名門の広島県の世良高校に進学されまして、全国高校駅伝でもですねチームの優勝に貢献されたお二人でございます。 島根県ゆかりの選手がこうしてまた来ていただけるということなんですがっ、えー、と今年の1月14日に都道府県対抗の全国女子駅伝が開催されておりましてその時には島根県チームの代表としてですね走っていただいているというお二人でございます。 またもう一方えっとパナソニックとはですね松江市がスポーツの連携協定を結んでおりますパナソニックの女子陸上部から川口幸名選手がいらっしゃいます、えー、この方にも期待がかかる選手ということでございます松江レディスハーフマラソンはですねあのかなりこうまあ、えー 特に若い方がこれ今後、羽ばたいていく登竜門というふうな位置づけを、あのこれは全国的にも頂い,いているものでございまして、例えば平成31年40回大会で優勝された鈴木優花選手は、パリ五輪のですね代表に内定していらっしゃいます。また 昨年度のですね令和5年度大会で優勝されました令和5年の大会で優勝されました、北川光選手は、今年の8月にですね開催された、ワールド・ユニバーシティ・ゲームズハーフマラソンにおいて優勝されているという、ですねあの非常に有望な選手が育つきっかけの大会となっております過去には高橋尚子選手、野口瑞生選手のような金メダリストも参加されたという大会でございます。 これに伴ってですね市内では交通規制を、えー、させていただくことになります3月の17日日曜日の9時40分から12時40分までの間が規制の時間帯となりますご迷惑をおかけいたしますけどもご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします詳細についてはこういったパンフレットを作っておりましてこちら QR コードから確認をいただけますのでごご,ご,ご確認いただければと思います それともう一つ今回のですね第45回の松江レディースハーフマラソンの開催を記念しまして、えー、伊藤園さんが「ですね大いお茶私の町の未来の桜プロジェクト」という、えー、プロジェクトの中で植樹式をしていただくことになっております。伊藤園からのご寄贈を、えー 川津桜のです、ね、桜の寄贈をいただくということになっておりましてあの桜のまあ名所であります八束町大根島に植樹、ね、を3月11日月曜日にする予定としております八束保育園のです、ね、園児の皆さんにも参加をいただいてパフォーマンスを披露いただくということになっていますちょっと場所だけ押さえさせていただくとこれはの中網の大根島八束町でしてそのこの辺りになります。 えとこちらですね植樹式の会場ということですので、えー、とこれあの、えー、皆さんに植樹の会場まで来ていただくこともできますので、えー、もしよろしければ、えー、来ていただければと思います。えー、ちなみにこういう感じですね、あの八つの千本桜緑地というところでしてあの非常に風光明媚なところで今も桜が、えー、春には楽しめると,あの、えー、と早咲きの桜なので、えー、と2月の下旬からですね 楽しめるというところですのであの皆さん、ぜひお出かけいただければと思います。えーまあ、今回、ですねあのレディーサーフマラソンあの、えー、と去年のコロナが明けてからですねあの参加人数も増やしてまた開催することができますので皆さん沿道からの応援も何卒よろしくお願いいたします次は最後の話題でございます。 えっとアイリッシュフェスティバルインマツエの開催を予定していますもともとですねアイリッシュフェスティバルまあアイルランドとの交流というのがスタートしたきっかけというのは、えー、小泉役もラフカディオハンの、えーえー、お父様がですねアイルランドのご出身ということで 毎年このセントパトリックスデーというですね、アイルランドのお祭りの日の前後で松江でもアイリッシュフェスティバルを開催しております今年は三月十日次の日曜日の十時から三時までの予定です場所はこの松江市役所のダンダンテラスと松江城カラコロ広場の周辺となっています まず水上パレードを予定しておりますこれは10時から11時までの予定でこちらに水上パレードのコースをですね、えー、オレンジ色にご示していますでこの堀川湯乱船のですねに乗ってパレードをすることになります五層が出てですね五十名の方が乗り込んでアイルランド音楽を演奏しながら運行するという、まあ、機会になりますでそのうちこの五層のうちの二層はですね えーと船番から一般乗船も可能となっております。ホンダの水上推進機モーターを積んだですね電動船、えー、と二酸化炭素を排出していない非常に静かな船をこう運行するという予定です。でその上でミニパレードを予定してます。えーとこちら水上でまずパレードをした上で。 えこちらで乗り換える形でカラコロ広場の辺りで乗り換えてでミニパレードというのを松江市役所までパレードするということでこのミニパレードが一般募集の参加者の方も加わっていただいて約100名で更新する予定とこれは2018年のパレードの模様ですがこういった形でのイベントを想定しています。 またアイリッシュミュージックガーデンと称しましてここ松江市役所のダン,ダンテラスにおいてですねグリーンマルシェこれはアイルランド料理などが楽しめる屋台キッチンカーが出店しますまたライブステージとしてアイルランド音楽やダンスが楽しめる9組のステージが予定されています11時から15時までとなっていますこのタイミングに合わせてですね松江の街がアイルランドカラーの 緑に染まることになります。まあ、こういった松江城もライトアップをする予定です。えっと、三月の八日、今日から、えっと、十日の日曜日まで。松江城と、T. S. K. サイン中央テレビの鉄塔。え N. H. K. 松江放送局の鉄塔。ええ、九日、十日はサイン合同銀行の本社ビルについても、緑。で、彩られる予定ですので、お楽しみいただければと思います。 皆様のお越しをお待ちしております。あのパレードはですね、結構あのたくさんの皆様がおそらくあの緑の衣装になって歩くことになりますので、あのもしよろしければですね、皆様も緑の何かグッズをつけてパレードのあたりに来ていただければというふうに思っております。詳しくはこちらの QR コード、Facebook の方もご参照ください。私からは以上です。 えっと幹事社からは質問ありません。あの記者え質問のある記者の方お願いします。はい、最上進報さんお願いします。あ、あ、今来ます。あ、大丈夫です。すいません。あの最上進歩の佐々木です。はい、よろしくお願いします。いますはい。 あのちょっと本日あの発表いただいた内容にちょっとあの関係ないんですけれども、はい、えと数点お願いいたします、はい、あのまず、えー、とちょっと今、市議会でやっておりまして、あの先週までの、えー、と一般質問でもあの項目が上がっておりましたけれども、マンション建設の話を、はい、あの数点お願いします。月日にあの、まあ、市民団体の方から、えーと 土地の買い取りについてのあの要望がまああの他の要望もあったと思うんですけれども、はい、あの合わせて出ていたと思いますで、えっ、ー、と市長もまああの一本質問の場とかでも答弁をされてましたけれども、ちょっと改めて、はい、あの買い取りについての現時点でのお考えをお土地の買い取りについて、松江風景会議からの要望事項でいただいております。えっ、ー、とまずあの えと松江市としてですねあの現在殿町マンションが建設されているところを、えー、こう買い取るということ自体の必然性があるわけではないんですが、えー、とまあ実際にその買い取ることの可能性を考えたときに当然相手先のある話になります。でその相手先と,、えー、とこれまでも、えーえー、もう幾度となくですねあの交渉をしている交渉、うん、そうですね調整をしているところです。であのそういった中で、えーとまああの 一般的な当然土地の価格というのが、えーまあ、工事地価であったりですね、まあ、近隣の通常の売買事例であったり、まあ、そういったものがあるわけなんですけども、えーまあ、そういう算式でこう弾き出した、まあ、一般的な、えー、価格というのと。 えっとまあ、今回京阪電鉄不動産というのがあの実際建築主であり、えっと、今土地の所有者となっておりますけれどものの額とといいいううがが大きくかけ離れているというふうな実態があります議会の場でも申し上げましたが、まあ、5倍程度離れているというところでしてそういった状況にまで踏まえてです、ね、検討する必要があるというふうな認識を持っているところです。 えっとすみませんあのまあ5倍ほどえっ、ー、と離れているということであのまあ高いというあの認識ご認識だと思うんですけれどもえっ、ー、とそれはまああのちょっとその買取に向けてはその困難というふうなあの判断をちょっとこう加速させるようなものなのかどうなのかというところはどうでしょうか。まあ通常考えたときにそのえっ、ー、とまあ行政としてですね当然ええー、まあ限られた財源を、えー、いかに有効に市民の皆さんに活用していくかという観点で費用対効果 とといいいいいううのを考えててかななけければいけないというふうに思っております、えーとあのえー、今回の議会に6年令和6年度の当初予算についても図らせていただいておりますがあの財政的に余裕があるような状況ではなくてです、ねえー、とむしろ、まあ、貯金として持っていた財政調整基金というのを取り崩しながら、えー、行政の執行をしているという段にあって。 先ほど申し上げたような価格差がある中で,です、ね、行政としてできることを考えてやっていくということなろうかと思います分かりました、えー、とそれはあの現時点でちょっとまああの価格面だけを考えたらちょっと困難かなというふうなに思っておられるということですかあのいろんな調整を原発電鉄不動産との間でもやっていきますので、まあ、その過程において、えーとそのあのまあ、今、 えと実際にその土地の買い取りということ自体がです、ねえー、と行政として、えーまあ、あのできるのかできないのかということの前にです、ね、あのそもそもこの土地を買い取ることの必然性というのがなかなか非常に語りにくい状況にあるなということが、まあ、先ほどの価格的なアプローチも含めてなんですけどというふうな認識を持っておりまして、えーまあ、引き続き京阪電鉄不動産とはまあ調整をしていくという、まあ、ま,あそのまた途中にあるというふうな認識です。 あの、えー、とちょっと関連になるかもしれないんですけど先ほどあの必然性とおっしゃいましたけれども、えー、とそれは、まあ、あの買い取って、えーとまあ、そのマンションの計画を、まあ、あの買い取ればあのその まあ今の計画をまあ変えたりだとかまあその住民団体の方の要望に沿ったその対応ができるかもしれないんですけどそれ以外であのまあそこの土地を仮に買い取ったとしてあのまあなんか市としてこういうふうに使いたいみたいなそこまでのビジョンがないということですか、うん。そうですねあのおっしゃる点は今の段階で何か仮に買い取るとしたときの都市の利用について明確なプランがあるわけではもちろんありませんのでそれはおっしゃるご指摘のとおりです。でえっと、一方で あのまずちょっと前,前提としての話としてなんですけどあの私あの松江のちづくりを進める上で一番重要だと思っているのはやはり松江らしい街並みということだと思っています。 霧がなくなくるのでとりあえず1600年以降の話をさせていただくと1611年に松江城が築城されてでその城下町の街並みも含めてですねあるいはあの、えー、と今日あのご説明したアイリッシュフェスティバルでも航行するような、えー、と堀川由覧線がですね航行する堀割なんかも含めて当時の状況がそのまま保たれているわけなんですね。 でえー、とそういった末裔の唯一無二の町並みというのをきちんと守って次世代に引き継いでいくというのが我々の責務だと思ってます。ですので今回の高層マンションが建つことを、えー、と私自身が願っているものではありません。 でそうした中で、えー、と行政としてこれはあの現行の当然法律、えー、条例等を守って、えーえー、そういったまあプロジェクト計画がなされているかといった点についてはあのしっかりと見ていく必要がありますしこれまでも当然見てきたところです。えー、ただあの実際現行の法令において えとまあ、今回の,あのマンションが計画されている地というのは、まあ、商業地という位置づけになってまして、えー、と今回の計画されているマンションが建つことができます。なのであのその意味において、えー、行政が何かそこに、えー、まあ土地を買い取ってですねなんとかということがあの、えー、と必然的にですね、えー まあそういう法令にのっとって開発がされているものというものに対してできることに限界があるというのが正直なところです。で、えー、とただあの、まあ、このままの状態でですね、えーまあ、そうした高層ビルが乱立するような状況になることに懸念を抱いてます。 あの松江らしい町並みというふうに申し上げましたけれども、えー、とこれはまあ,あの先人から我々松江城を中心とする松江市のユニークな町並みを引き継ぐことができてきたわけです。でこれを守っていくためには、えー、とそういったまあ保護令状の規制などを強化することによってこれをまあ保全して次世代に引き継いでいくという必要があるというふうに認識しています。 でですのでそのためにできるだけ速やかに必要な制度等を整えていくという方針で今、検討を速やかに進めているところです。 あの最後に1点、えーと、市議会の方でも、まあ、あの質問というかあ,のありましたけれども、えーとまあ、通常あの世界遺産化をあの他市と連携して目指しておられますが、そういったことへの,その影響という、まあ、何かあの明確な基準があるわけではないと思うんですけれども、あの市長の,あのご認識を現時点でお願いいたします。はい あの今国宝がまああの松江城を含めて全国に五条あります。でその五条五市で連携をしてユネスコ世界文化遺産登録を目指してえ今活動をまあ始めつつあるところということになります。でえっとあのこのユネスコ世界文化遺産ですのでユネスコの方の認定を取る必要があってこれにまたあのいろんな長いプロセスが必要になってきたりその五条の連携する意味合いが何なのかっていうストーリーをこう語っていくような必要があります。ですのでまだその 具体化してるわけではないんですけどもあのさっきおっしゃっていただいたようにユネスコののの方でいい、えー、いろんなこう判断をしててくにああたっての要素というのがありますでその際に、えー、とバッファーゾーンという、まあ、干渉地帯という考え方がありまして、えー、とその、まあ、世界遺産の対象となるものの近隣において、えー、とその、えー、世界遺産の対象となるものが、えーまあ、際立つというかですねその、えー、対象となるもの自体をこう、まあ、干渉しないと。 いうふうな位置づけのものが必要になってくるのでその意味からもあの今回検討しているま景観の規制についての拡充ですねというのは必要だというふうに認識しています で一方で今回のマンションが建つことによってそこが決定的にです、ね、今の段階で世界遺産の登録が不可能なるかといったところについてはこれは何かこうどこかに確認をしたわけではないですけども今までの過去の事例などを見てもです、ね、今回のマンションが建つことで 世界遺産の道が閉ざされるということはないものというふうに考えておりますいずれにしても世界遺産の道のりというのがまだあの、えー、と今5市で連携を強化しで今後ですね、えー、とどういうふうに進めていこうかというところの座組のところからですのである程度の時間は必ずかかるんですね。 でそれに合わせる形で先ほど鑑賞地帯というふうに申し上げましたけれどもあの必要な規制の強化とかですねもちろんあの生活の利便性も保ちながらの開発と保存のバランスはあるわけですけれどもあの私が強く言いたいのはやはり松江らしい街並みを保っていくということに主眼を置いてその先にですね世界遺産という、まあ、あの目標とする取り組みがあるというふうに思っていますので、えー、とそこを今後検討していきたいと考えています。 すみませんあの先ほど過去の事例とおっしゃいましたけれどそれはあのえっ、ー、とすでに登録されているものがどうどういうふうなこうあの検討状況下手かということで、はい、<は>その通りです。わかりましたありがとうございました。はい NHK さんお願いします。あ NHK さん。 すみませんですすよろししくお願いま宿泊税についてお聞きしたいんですけど、はい、あのこれまで検討委員会であの行われてきた議論、はいまあ、今回まとまって報告書を提出されるということなんですけど、はい、これまで行われてきたあの議論の内容と,と改めて今後導入に向けてのあの所をいいただけますでしょうかはいあのえっと、私ももちろん漏れ聞いてはいるんですけど今、宿泊税の報告書をおっしゃられたように取りまとめて提出をいただく。 段階にありますので提出をいただいた内容を踏まえた上で接種、まあ、をしての対応を検討していくということになるものですからまだ今の段階で正式な文書でいただいている状況ではないので、えーとまあ、今後頂い,いた際にですねあの恐縮ですけどまた質問をいただいてでお答えできればというふうに思います。 そのまあ今後の宿泊税の設計に向けてこう、はい、秘書がこうどういうものをイメージしているとかそういったものをお聞かせください、はい、かましら宿泊税の検討については、えー、と去年の2月に策定した松江観光戦略プランの中でも位置づけて検討を進めて、えー、これはあの、えー、都市の内部の方で進めておりましたでそれをその検討をですね外部の皆さんにもお願いをして今そのまあ、えー、結果が あの出てててここよううとととしているところという段取りになっていますであの宿泊税についてですねあの今全国の中で取り入れている自治体が必ずしも多いわけではないんですがあの松江自体の,この観光の価値であったり地域資源というのは世界に誇れるものがあるというふうに思います。ただこれまでもインバウンド観光を中心としてですねその潜在性のびしろが必ずしも実現できてこなかった。 という状況をこれはもう町ぐるみで松江市全体としてですね観光振興をしていくという中でやはり財源がが必要な面がありますそもそももそそ人材が必要な面もありますでそういったコントロールタワーとしての役割というのを今松江観光協会というのがありますのでここがですね今はどちらかというと行政中心にできている組織なものですからそれを民間のそういったノウハウがある方にも入っていただいて ですね。えっ、ー、と機能を拡充していくと、で拡充した上で財源をですねあのうまく効率的に効果的に配分していくことによってマツ全体の価値を高めていくという形にしていきたいんですね。であのまあその組織面とあとは財源面というのを考えたときにあの宿泊税というのがまさに目的税としてえっ、ー、とその役割を果たし得る財源にまなり得るので今回まあ検討をしてきていただいたという位置づけでして、えそのまあ適正な価格の設定であったり。 まあどういうふうにこう使っていくのかといったところについては、えー、あの今回の報告書を受けた上でですねマスエシとしても主体的に検討を図っていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。はい、他にあ中国新聞さん。中国新聞の寺本です。はい、すみませんあの今の NHK さんの質問に関連してなんですけれども、はい、えっと宿泊税のあのまあ。 まだいくらとかっていうのは決まってないと思うんですが、えっとまあ、新たな観光の財源として、まあ、使い道としては、えー、と観光協会の町観光協会の体制強化費とかっていうのが想定されていたと記憶しているんですけれども、まあ、今回の当初予算にもあの体制強化費というのは盛り込まれていて、はい、あのなので、えー、と観光庁が登録している観光地域づくり法人 DMO を。 のあの登録に目指して多、まあ、方面からそういった財源を確保していくというような認識でいいんででしょうかあそうかそすねあの今、えー、と令和6年度当初予算に盛り込ませていただいているのはまさに松江観光協会の体制強化のための費用ということになるんですが宿泊税はあの明日から導入するというものではないものですからあの今後、えー、観光協会が まあ宿泊税をどういうふうに配分するかっていうコントロールタワーになるにあたって観光協会の体制を強化していくために宿泊税を利用するってことももちろんありうると思いますただ来年度すぐにというのはまだ宿泊税自体が施行されておりませんのでそういったことではないですがであの一方で、まああのえー、と広くですねあのやはりこう松江に来ていただいた方にその松江に、まあ、観光に来ていただいたということを実感していただけるような、まあ、もてなしに使っていくような、えー、とそういった財源にしていこうというふうに思ってます。 のであの検討はこれからですけどもあの、まあ、広くですね皆さんにその恩恵を享受いただけるような、えー、今あの何百円とかいうのも、まあ、今あの案にはありますけどもそれを払ったことによってきちんとこう費用対効果が見えるなというふうになるようなですね、えー、分かりやすい使い道を考えてまたあのそういったどういうふうに使っているかということについてもですね当然のことながらしっかり公表して、えー、皆さんのご意見を 聞いた上でまた見直しを図っていくっていう PDCA のプロセスなんかもですね確立していきたいと思っております。すみませんもう一点えっ、ー、と 宿泊者の導入について、あのまあ現在もだと思うんですけれども、あの市内の観光事業者の方々っていうのはどういうふうに受けあの導入に関してはどういうふうに受け止めておられるかっていうのはご存知ですか？はい、あの観光事業者にも入っていただいた審議体で今いろいろ継続的に審議をいただいています。であのもちろん、えー、とお客様から、えー、と今までよりもまあ多くのですね、えー、コストをこうまあコストというか多くの資質を していただくことになりますから、まあ、それに見合った形で、えーあのまあ、きちんとした使い道が明らかになってですねそれが効果を上げていくっていうことを前提として、えー、今、まあ、全体としては考えているところであの宿泊事業者の皆様にとってみるとそれによってですねあの宿泊するハードルが上がってしまうとですねあの費用対効果という意味ではあの逆の動きになってしまいますので。 えっと使い道も含めてあの宿泊事業者の皆様ともですねえっとあの話をさせていただく中であの今ま,あまだあの実際報告書を頂い,いておりませんけど当然報告いただく段にあってはあの宿泊事業者の皆様のご意見も取り入れた一定の理解をしていただいた上での報告書を出していただけるものと認識しております。現時点で導入にあの宿泊事業者のの方からあの賛否の意見が あるといいいうののはまだ報告書が届いてなな段階なので、まあ、具体的には把握されてないということになるんでしょうかそうです、ねまあその報告書で取りまとまったものを頂い,いた段階であの当然、えー、と審議の過程の話もあの私も報告を受けますのでその段で、えー、あの我々が今後検討していくにあたって当然宿泊事業者の皆さんがどういうふうな考えなのかって前提とする必要があると思いますからあのこちらからも確認したいというふうに思ってます。 あのマンションの件で追加でお伺いしたいんですけれども、はいえー、経過審議会の、えー、委員9名の方々があの、まあ、再審議を求められたという経緯がありますけれども、はい、えと議会の中でも 意見聴取の場を設けるというふうな市長の発言があったかと思うんですけれども具体的なスケジュールとかっていうのはまだ決まってないでしょうか、はいはい、まだ決まっておりませんが検討を進めていてあの警官審議会の場合にはあの、えーとまあ、取りまとめていただいている会長がいらっしゃいますのでその方と今協議をしているところです。 市民団体の風景会議に対する回答の場も合わせてという感じになるんでしょうかね、また別、えっとあのいただいている方たちは別々ですので、あの一緒にということはないですけど、あの松江風景会議からも要望書をいただいておりますので、それに対する回答の機会というのは設けたいと考えております。 わかりました。すみません、最後に1点、景観計画を、まあ、これから見直していくというようなご発言もあの議会の中ではあったかと思うんですけれども、はい、具体的にこう、えー、スケジュール感としては、計画の変更っていうのは、どれくらいのスパンをこう見通しておられるものなんでしょうか。 景観、はいえーねまあ、計画という警官規制がありますで、えー、とそれは、まあ、いわゆる条例で設置するものでして、えー、と一方で都市計画法というのに基づいて、まあ、その法律に基づいてですねあのもう少しこう規制の度合いを強めるという方法もあります。 でえー、と現在、まあ、あのとりあえず2つのパターンを今思い描きながら具体的な景観が規制できる、えーえー、と制度の拡充というのを目指しているところでしてでそれぞれによってこうかかっってくるる期間がやっぱり変わるんですねで関係者もいるので今の段階であのどちらの省だったら何年かかるっていうことが明確に申し上げられるものではないんですがあの乱立するような状況を防ぐためにはできるだけ速やかにそういった規制を入れていく必要があるというふうに思ってまして、まあ、2つあるというふうに 申し上げましたけど、えーとまあ、どっちかを選ぶのかそれとも両方とも、えーまあ、ダブルで書けるような形にするのかといったことも含めて検討今進,進めているところですあのできるだけ早く結論を見出した上でえで、ー、そういったまあ条例なりですね法律のとった形での制度の作り付けをしていきたいと思っております。ありがとうございいいいままししたたはい、お願す最初 読売新聞です。すみません、読売新聞、かどです。すえっと、二つ、えー、と、まずは、あの、えっ、ー、と、先ほどの、えっ、ー、と、マンション計画について。の関連なんですが、はい、あの、今議会の方にある、えっ、ー、と、府警会議さんの方から、えっ、ー、と、審議会の。まあ、再審議ということで、あの、陳情書が、あの、出てて。はい、まあ、それは、まあ、委員会の方に付託されてる、はい、るということなんですが、これの。 まあ、あの最終日に、えーまあ、これどうされるのかというのは決まると思うんですけれどこれがあの可決された場合ですねあの今の,、まああの市長のこれまでの,あの、えー、っとお話を聞いていると、まあ、審議会の,方の方はもう、えー、っともう今、開かないということで、えー、認識しているんですがこ,この扱いによっては何かあの今後変わることというのはあるんでしょうかというのがまず一つ。えっと はい分かりましたありがとうございます、はい、あの、えーとまあ、議会に今陳情が出されていてそれに対しての対応が検討されているかと思いますで実際あのちょっとどういう形で検討がなされているかなりどういう方向性かっていうのはあの私のところにまだ聞こえてきておりませんでちょっと家庭の話がなかなかできにくいものですからあの前提としての話をさせていただきますとえっ、ー、と景観審議会に対して、まあ、諮問をして答申をいただいたという形でそのまあ 答申自体がですね有効であるというふうな状況にございますで、えー、とかつ今後ですねその審議会の皆さんが、えー、と今ご意見を実際に頂い,いていてで,、えー、でもう一回ですねその審議をすべきではないかということに対しての対応という意味ではあの審議会の委員の方に集まって頂い,いてお、えーえー、話をしていくという、まあ、協議する場面を設けたいと思っていますであの。そこででののままたた意見も踏まえた上でどようう,うにしていいくかという の検討するつもりですが、現段階で、その答申が実際に出て、それが有効に機能しているというふうな状況にありますので。あの新たに、え、諮問をして答申をいただくということについては考えておりません。ありがとうございます。もう一つ、すみません、あのガス事業なの,の、三重化の、はい、に関連なんですが。あのこの間も、あの議会の方で、えっと、まあ今後のスケジュールっていうことで、まあ公表されましたけれど。はい、あのその、えっと、あの選定委員会、の、はい、えっと構成、は、について、あの五人。 というふうふ、はい、こ,この5人の中にはですね、はい、5名の中には今までそのシエガスの、えっと、事業を請け,け,け負っておられた事業者の方とかすっていうのはそのメンバーに入れて何か意見をえっと あの選定委員会のメンバーに入るっていうそういうの可能性っていうのはあるんでしょうかそれとあとはその4月の中旬に1回目の委員会を開くということなので <はい S 1> その選定委員会のはいつ,いつまでに決めてられるのかっていう。 ちょっと教えていただければその譲渡先選定委員会自体は4月に開く方向で今調整をしているので当然メンバーについては5人を早期にの,の方のスケジュールも含めてですね確定してということで考えてますでその中で、えー、とガス事業を今請け負っていただいている関係者の方に入っていただくことは考えていません。 であのそれはやはり中性え中立公正に審議を進めていくという必要があろうかと思いますし、あので一方であのこれまでも何回か、えー、そういったガス事業者の方あるいは組合の方とは意見交換の場も出せていただいておりまして、えー、そこでリクエストをいただいている部分があります。あとはあの松江市としてガス事業を安定的にとんなんでいく上で、あの今関わっていただいているガス事業者の皆様、えー、にあの、えー、の あの実際、力量というかですねあのスキルというかですねそういったところがあって成り立っている部分がありますので,であのそういった事業者からいただいた要望であったり松江市としてのまあこれも要望ですけどについてはその譲渡先選定委員会の方に申し入れさせていただくということで先ほどおっしゃっていただいた事業者の方が出席されてなくてもですねえとその思いが届くような形というのを想定しているところですわかりりまましたありがとうございます。 ええ、自立通信さん、お願いします。時事通信の勝又です。よろしくお願いします。と、はい、また話題変わってしまうんですが、はい、自治体の基幹業務システムの標準化についてお聞きします。はい 政府が先日25年度末としている移行期限に間に合わない自治体が171あると発表していてそのうちの一つに松江市も入っているかと思います、はい、であの松江市についてはあの標準化する業務のうち生活保護の分野で移行困難という回答だったと思うんですが、はい、まあこの移行困難としている要因は何だとお考えなのかというのと、はい ました、えー、とまず、えー、と令和7年度末までに標準化システムという政府の方針が出ておりますのでそれの取とる形で進めております、えー、で今回生活保護のシステムについてはあの今、えー、とそのサービスを提供してもらっている、まあ、いわゆるまあベンダーですね事業者があ令和6年度末をもってそのサービスの提供をもう終えると。 ということの通知を受けましたですのでその後の生活保護のシステムをですねどのようにしていくかということを検討しておりましたで実際ですね令和7年度から新しい別のシステムをですね導入することができる見込みになっておりましてただそれがその今回の標準化にはですね乗ってこれない。 ものであったので、えっとどうしても生活保護のシステムだけは全体の中の一つではなくてですね、独立して動かしていかなきゃいけないというのが今の結論です。ただあのそのシステム自体がですね、何かこう独立していることによって、あの例えば生活保護の受給されている方とか、そのシステムの運用に関わってくる方に不便が出てくるようなことは全く想定していません。あのそれはそれでシステムとしてきちんとあの運用をま正確にやっていくということで考えておりまして、でえっとま一方で あの今後ですね当然標準システムの方に乗せていくということは必要だという認識を持っておりますのであのその道筋をきちんと立てた上でですね全システムが標準システムに乗るように標準化システムに乗るようなシステムの標準化の形でですね全国と同様に運用できるようにしていきたいというふうに思っています。それでまあ今回あの政令指定都市あるいはあの 都道府県とかですねあの比較的やっぱり人口規模が多いところというのがあのこれは、ま、あのそれぞれの事情によるので一概には言えませんけどもあの大量のデータについて処理をしていかなきゃいけないで一方でそのベンダーなりエンジニアの数が限られている中でなかなかこう全国一律に進めにくくなっているという状況は客観的にあるというふうに思います。まあ、そののの中でもあの、まあ、松江市でででも市いいいえば市民の皆さんにですねあのご不便をおかけしない形で進めていくというのが あの最優先すべきことだというふうに思っておりますので今後も市民の皆さんにご不便をおかけしない形でのシステムの運用というのを進めていきたいと考えておりますありがとうございますと確認なんですけれどもその生活保護の分野でのベンダーの方から サービスを終了すると告げられたということで、契約がそもそも満了するとか、そういうことではないということでいいですか、ねはい、あの6年度末をもって、えーと、松江市に対するサービスの提供を、まま、撤退したいというふうな申し出をいただいたということになります分かりました、ありがとうございます。新報さんんすすませんあの新報です、えー、とちょっっとあの話変わってあの バス路線のことについて教えていただければと思いますの議会のえー、っで質問線の中であのマリンプラザ線と大東線、市畑バ,バスのですけれども7月、4月と、まあ、それぞれ、まあ、おそらくまあ公表ができるというような、まあ、見通しの答弁があったと思うんですけれども、はい、あの他の2路線についての,あの詳細の今の検討状況とかあの進み具合というのはいかがでしょうか。あ,はい、ありがとうございます えとまあ、今回です、ね、そのマリンプラザ線、まあ、マリンゲート線とも言えますがと,、えー、とあと三つ、まあえー、線とです、ね、大東線について、えー、とあのコミュニティバスで運行する部分と一畑バスが、えー マリンゲート線については運行することになりますので、でそれぞれについてコミュニティバスの接続だとかですね、あるいは三つ線大東線についてはコミュニティバスの運行をしますので、えっと今ダイヤについて。えー ダイヤをまず作ってしっかり皆さんに安心していただこうということで取り組みを進めています。でこれはできるだけ早いタイミングで皆さんには公表させていただきたいと思ってましてできれば今年度末までのところで取りまとめたいなというふうには思っているところです。若干公表の時期が取りままとめた後ににに少しし先になるかももれませんけれどもで特に えとまあ市畑バスの方はですねあの3月末にならないと、えー、市畑バス側のですね運行計画がまだ出てこないというのがありますのでそれを受けた上で、えー、とこれまあ島根町内におけるコミュニティバスの接続なんかも考えていかなきゃいけないというふうな状況にあります。えー、と,とあとあの大東線についてはこれはの雲南市等の協議を今しているところですので、えー、と今ですね、まあ、大東線についても密接についてもそうなんですがあの自治会であったり地元の 方とですねあの意見交換をさせていただいていてでその内容をえーとうまくこのダイヤに載せていくというふうな作業をしておりましてそれに一定の時間は要するものというふうに思っておりますが、まあ、できる限り早いタイミングでですね、えー、と具体的なダイヤについて、まあ、多分あの、えーとえー、完全な確定案というよりはあの、まあ、素案というのはちょっと言い過ぎなんですけどねあの案の状況にはなると思うんですがあのそういった形でできるだけ早く皆さんにはお示ししたいというふうに思っております。 すいませんちょっとあのそもそもの話になるんですけれども、えーとまあ、23年、あ,あ,のあと1か月あるんですけど、あの23年度、松江市だけに限らず、ですねあの、まあ、島根県あの全域で結構、民間のバス路線の廃止っていうのが結構まあ多かったなというふうにちょっと振り返ってるんですけれども、十、ね、4年、四、えー、月以降になると、あのまあ、業界の方で言われてる24年度問題、はいはい、っていうのもありまして、まああの、ちょっとそういう流れっていうのが、まあ、 今後も続いていくのかなと思うんですけれどもあの市長としてなんかそのちょっとまあ全体的な包括的な話にはなるんですけれども、はい、ちょっと受け止めを一言いただければと思いま,すかりましたちょっと先のであので一つ説明加えさせていただくとすいませんあのまず今回、えー、と市畑バ,バスが路線撤退あるいは減便を発表したというのが、えー、とあこれ去年の11月17日だったと思いますけどあのえっ、ー、と 今年の10月からですね10月1日以降を、えーまあ、減便なり路線の廃止をしていくというふうな方向が打ち出されたとで、まあ、それをあの市民の皆さんの、えーまあ、いわゆるあの交通の空白地が生じないことまた特に交通弱者といわれる学生の皆さんの通学に影響をできるだけ少なくすることということを念頭において。 市畑バ,バス路線を引き継ぐ形でコミュニティバスの運行を始めるあるいは市畑バ,バスの方に運行の継続を申し入れるといったことをさせていただきました。でそれにあたってですね11月17日にその方針が出たのにすぐにもっと掛け合うべきでなかったのかというふうな新聞で掲載いただいているところもありました。実実際実質的な 交渉というのはすぐにスタートししてておりましてで最終的に、えー、とその要望書という形式的なものを1月の17日に、えー、一バタバスに対して提出はしておりますが、えー、と1月23日にですね私の方から記者会見でそういった方針を打ち出させていただいたんですね。ですので、まあ、当然ですけどもあのいろんなこう交渉をさせていただく中で、えー、具体的な案にたどり着くことができたのが1月23日であったというふうなことになります。でですのであの、まあ あの松江市としてですねあるいは交通局なんかも含めてなんですけどあの1月11月17日にそういった話があったところからすぐに動き出してできるだけその公共交通の利便性が、えーとこうえー、悪くなるようなことがないようにですね手当てをしてきたつもりですそれで今後についてもですねあのやはり同じように運転手不足の状況というのが続くことは想定されますでこれは一畑バスにしても松江市の交通局にしてもあのあの えー、そういったまあバスの運転士になりたいという人材が確保できるようにですね あのえーとまあ、処遇の改善等も図っていくことで、えー、バスの運転手の魅力化というのを進めていく必要もあるんですが、まあ、それに合わせてあのいくつか方策は検討していく必要があるというふうに思ってましてで特に松江市の場合にはあの、まあ、公共交通を支える一つの存在としてです、ねえー、去年の4月からコミュニティ、えー、バスに変えて AI デマンドバスというのの運行を八川町、えー、と三の関町の上地区というところの間で、えー、今開始していますで。これを を来年度ですね令和6年度からまた広げていく予定なのでそういった実証を重ねながらですね全体の公共交通体系というのを整理していきたいと思ってましてそれが運転手不足あるいは公共交通の 路線の減便であったりですね一畑、まあ、バ,バスも含めてですけども路線の撤退というところの対応策になっていく可能性はあるというふうに思います。ただまあ根本的な解決のためにはですねこれはあの今までは一畑バ,バスと松江市の交通局っていうのはこう別々にいろんなことを考えていかざるを得なかったところがあるんですね。これはあの令和4年まででいわゆる独占禁止法の関連で どうしてもそういうふうにこう一体的に、えーまあまあ、あのバスでいえば路線について考えていくことができませんでした。で今回はあのまあ公共交通計画というのも作ってですねで、えー、と一緒に考えていくっていう要件を満たそうとしておりましてでそれによって一緒に検討することである程度こう効率的効果的なバス運行が可能なる部分があると思うんですね。あの2社にににに分分かれてていいいるることとよって、まあ、いろんな、えーまあまあ、あの一緒にしたた比べたら無駄がある部分っていうのは えー、あるのではないかというふうな類推の下で、あで今後、えー、と一体的な、えーまあ、検討を進めていくことで今後、まあ、なかなか難しい局面が続くとは思うんですがそれをいかに克服するかということを考えていきたいと思っております、はい、毎日新聞さんお願いします。 毎日新聞の松原ですすいませんちょっと話戻りまして、マンション計画についてなんですが、はい、ちょっと確認なんですけど、あの今後の、えー、警官審議会の委員さんとの意見聴取次第では、あの再度あの、審議会の方に質問する可能性もあるということで、よろしいですかえと今の段階で、えー、と答申をいただいておりますので、それについて、まずは審議会の皆様との協議が先というふうに思っておりますちょっと家庭の話におお答えでできておらず大変恐縮です。 それともう1点ありましてあのま、先ほど会見の中の話で、あの今後、高層マンションが乱立する状況を懸念されているということだったんですけど、はい、あの現在、建設準備中の殿のの町プロジェクトが予定通り建設された場合に、のあその城下町の景観にどういうふうに影響するのかっていうのは、市長はどのようにお考えですか。 えーと一義的にまあ一つのマンションが建ったということでマゼの価値が毀損するほどマゼは弱くないと思ってます。以上です。他ございませんでしょうか。よろしいですか。では以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。